YSL ・クチュールミニクラッチ710番で輝く平野翔のアイメイクファンが歓声を上げた瞬間無料で楽しむ YSL の世界平野翔が登場するラベッシネファクトリーイベントの見どころ紹介7月11日東京で開催された YSL ラベッシネファクトリーの発表会に登場したのは n ーアンダーラインアイ n ーアイの人気メンバーである平野翔さんでした 普段はあまり見せないアイメイクを披露し、その様子にファンは歓声を上げました。平野さんは YSL のアイシャドウ、クチュールミニクラッチの710番オーバーブランを使ったメイクを紹介し、ダイヤモンドと同等の輝きを放つというパールが使用されていると語りました。この上品な輝きが平野さんの自信を引き立て、自らをジュエリーのように感じさせると言います。気分が上がりますね、という言葉には、 その満足感が滲み出ていましたこの YSL ラベッシネファクトリーは新リップシリーズ YSL ラブシャインの魅力を体験できるポップアップイベントでハートバルーンのモニュメントやキャンディーショップなどパリで開催された際のフォトスポットが再現されていますさらに新色アイシャドウを体験できるブースやアイカラーとリップのコーディネート提案などさまざまなコンテンツが用意されており訪れる人々を魅了しています アジアアンバサダーとしてパリでのイベントにも参加した平野さんはパリの夜のロマンチックな雰囲気に感動しどこを切り取っても絵になる街という印象を強く持ちました東京会場を見学した際にはパリと同じ内容が再現されていることに驚きつつ東京だけの特別なコンテンツも楽しんでいました特にお気に入りの場所としてナイトリュクスクラブを挙げブラックがテーマで シックにまとまっていてかっこいい空間と述べました。平野さんは IL、ILYs、I リーズの皆さん、そして YSL のファンの皆さん。明日からイベントが始まります。皆さんも楽しんで、どんどん YSL の魅力にハマってくれたら嬉しい。フォトジェニックな空間が広がっていて、YSL の世界観に浸ってくれたら嬉しいです。と、イベントへの期待を語りました。 このイベントは7月12日から16日まで、東京都渋谷区のメディアデパートメント東京で開催され、入場は無料、予約も不要です。このような華やかなイベントに登場した平野さんの姿は、ファンのみならず、多くの人々にインスピレーションを与えました。ここで注目したいのは、平野翔さんのような人気アイドルがどのようにして自己表現をするかという点です。 彼のメイクに対するコメントやイベントに対する感想からは自信とプロフェッショナリズムが感じられますアイドルとしての彼の役割は単にパフォーマンスをするだけでなくブランドのイメージを体現しファンに新たな価値観を提供することにあります特に YSL のような高級ブランドとのコラボレーションではそのブランドのエレガンスやスタイリッシュさをどのように表現するかが重要です 平野さんのダイヤモンドのような輝きという表現は YSL のアイシャドウの特徴を的確に捉えそれを自分の言葉で伝えることでブランドの魅力をさらに引き立てていますまたイベントの内容も非常に魅力的ですハートバルーンのモニュメントやキャンディーショップなどパリの雰囲気をそのまま東京に持ち込むことで訪れる人々に非日常的な体験を提供していますこれは 単なる商品プロモーションの枠を超えたブランド体験の一部となっています新色のアイシャドウやリップのコーディネート提案など訪れる人々が自分自身の美しさを再発見できる場を提供することでブランドのファンを増やしさらなる忠誠心を育むことができます平野翔さんのようなアイドルがこうしたイベントに参加することはブランドにとっても非常に大きな意味を持ちます彼の存在そのものが 多くのファンを引きつけ、そのファンがブランドに興味を持つきっかけとなります。さらに、彼のコメントや体験談を通じて、ブランドのメッセージがより多くの人々に伝わります。これにより、ブランドは単なる商品提供者から、ライフスタイルの一部として認識されるようになります。しかし、このような華やかなイベントの裏側には、どのような努力や工夫があるのでしょうか。イベントの準備や運営には、 多くのの人々の協力力と努力が必要です例えばハートバルーンのモニュメントやキャンディーショップを設置するためにはデザイナーや施工業者の協力が欠かせませんまた平野さんが紹介したナイトリクスクラブのようなシックな空間を作り上げるためには細部にまでこだわったデザインと計画が必要ですさらにイベントが成功するためにはマーケティングやプロモーションも重要な役割を果たします SNS や広告を通じて、多くの人々にイベントの情報を伝えることで、より多くの来場者を呼び込むことができます。特に、平野翔さんのような有名人が参加するイベントでは、その影響力を最大限に活用することが求められます。彼のファンがイベントに参加することで、ブランドの認知度が高まり、新たなファン層が生まれるのです。最後に こうしたイベントを通じて得られる最大の価値は、訪れる人々が感じる体験と感動です。平野さんが語ったように、パリの夜のロマンチックな雰囲気や、東京会場のシックな空間は、訪れる人々にとって特別な記憶となります。これこそが、ブランドが提供する本当の価値であり、その価値を共有することで、ブランドと消費者の絆が深まるのです。 こううししたイイベンンントトのの成功事例を踏まえ他のブランドや企業も学び取り入れるべきポイントが多いでしょう単なる商品プロモーションではなく消費者に対して新たな価値を提供することでブランドの魅力を最大限に引き出すことができますそしてその魅力を伝えるためには平野翔さんのような影響力のある人物とのコラボレーションが欠かせません 彼のようなアイドルが持つ魅力と影響力を最大限に活用することで、ブランドのメッセージがより多くの人々に届き、共感を呼ぶことができるのです。最後に、この記事を読んでいる皆さんに問いかけたいのは、皆さんが感じる体験とは何か、そしてその体験がどのようにして記憶に残るのかということです。平野翔さんのようなアイドルや YSL のようなブランドが提供する体験は、単なる一時的なものではなく、 長く心に残るものです皆さんも自分自身の生活や仕事においてどのような体験を提供できるのかを考えそれを実現するための方法を見つけてみてくださいそうすることで皆さん自身の価値が高まり周りの人々にも大きな影響を与えることができるでしょうこのイベントは7月12日から16日まで東京都渋谷区のメディアデパートメント東京で開催され 入場は無料、予約も不要です。このような華やかなイベントに登場した平野さんの姿はファンのみならず多くの人々にインスピレーションを与えましたここで注目したいのは平野翔さんのような人気アイドルがどのようにして自己表現をするかという点です彼のメイクに対するコメントやイベントに対する感想からは自信とプロフェッショナリズムが感じられます アイドルとしての彼の役割は単にパフォーマンスをするだけでなく、ブランドのイメージを体現し、ファンに新たな価値観を提供することにあります。特に YSL のような高級ブランドとのコラボレーションでは、そのブランドのエレガンスやスタイリッシュさをどのように表現するかが重要です。平野さんのダイヤモンドのような輝きという表現は、YSL のアイシャドウの特徴を的確に捉え、それを自分の言葉で伝えることで、 ブランドの魅力をさらに引き立てています。